東禅寺は、千葉県松戸市小金にあるしだれ桜で有名な浄土宗の寺院。東禅寺は、文明十三年、品野国出身の京日誉れだ具体運行商人により、当初、ネギ内に改装した。この後約六十年後の天文年間、現在地に移され、江戸時代初期に関東十八団輪の一つとされた名刹である。団輪となった東禅寺は、 広大な境内を持ち、多くの建物を用した。大改修が成就した、教法7年には、本堂、法上、教蔵、主老、解散堂、聖帝院、東照宮、陳珠社、三門、大門その他八つの学僚など、二十数カ所もの道具を用し、松時三十五カジを数え、明日ともに大寺院へと発展した。明治諸島に、明治天皇によって、 植願所となった。江戸時代に幕府の擁護を受けた当然寺も廃物希釈等で、神殿、解散道、聖廷院、清義吉美院、陳樹院などの道具を失った。また、学竜及びその敷地は地域青少年の育成のために寺小屋として利用され、後に黄金小学校となった。幕末以降の経済基盤となっていた広大な寺有田は、 第二次大戦後の農地開放で失い、境内もかなり荒廃した。しかし、歴代住職の尽力により、関東屈指の多数の文化財並びに、団林の面影を伝える境内の古木や巨木が、昔のまま保存され、伝えられてきたことは、当然寺の復興に大きな力となったという。昭和38年に、寺子や教育の再現を目指して、当然寺幼稚園を開設。 昭和40年後半より、改装500年記念復興事業として、熱心な断信との協力を得て、本堂、主郎、中鈴め門、三門、宗門の改修、書院の新築、平成8年に観音堂の再建を完成し、現在に至っている。現在では、樹齢330年を誇るしだれ桜や鶴亀の松、山道の梅や紫陽花、 もみじなど四季折々の自然に触れ、日本の伝統美を感じることのできるお寺として、また、賑わいを求めて4月の漁器祭り、10月の商店街主催のぶらりし、12月の除夜の鐘など、毎年多数の参詣者が訪れる。ありがとうございます。